ここで。もう一回。なんかここで待っとけば。うん、はい、ここで待ちましょう。うん、そしたら見えないじゃん、何も。すごいね、一瞬で分かったよ。これさ、でもトンネル見えないじゃん。なんで分かったの、あそこの上から。え、だって、あっちから見て、こっからでもちゃんと。あ、見えるの？見えるの、少し。ああ。メンちゃんがもうちょっとこっち見てたらいいかな。ああ、確かに確かに。そうしても足でバレるか。難しいね。さあ、あと20秒後ですね。次、ここで隠れたら同じように、そしたら気づかないかもよ。お兄ちゃん本当あれって。でもそれ逆に見つかるかもしれない。お兄ちゃん単純だからさ、難しくないことやったら結構罠引っかかるかもしれない。逆に簡単なところを入れてもいいかもしれない。しゃいぞ、行くよお兄ちゃん。いいよ、降りてからいいよ。さあ行ってこい。ライブさ、出しちゃって。なんで？何分かかったか。ライブで。今ライブ？今やってない。ライブやりたいの？動画でいいの？ライブがいいの？動画で後で編集して。でもこれはね、本当に。ここ全体だから。だからなんかのね、パワーを思うね、裏側とか。逆に難しくて、あの最初の遊具にあるかもしれない。体力壊したくて走ってくるかもしれないと思って、遠くで見つかりにくいところで隠れてるかもしれない。まあね、絶対裏側にいると思う。それが一番ね、分かりにくいんだ、意外と。50秒、さああと10秒。あ、いるかね、どうだろうね。だからどうするかだよね。で、うん、まず歩きながらどこにお兄ちゃんがいそうかをまず考えることね。木の上に登ってるかもしれない。いろんな可能性があるから。うわ、むず、え、いた、はいはい、交代交代。これだけ広かったのに、ちゃんとね数えてやってたから。向こうまで着いたらチャブどうだ。もうパワーね、ギリと離して、ここなら絶対見つからないエリアを。まだギリに行ってないよ。絶対バレない、絶対バレない場所あるから。意外とね、見落としがちなところなんだよ。みんな遊具の後ろに隠れやすいじゃん。パパの一番の裏側ね、ここの裏にね、張り付く。そもそも横から来た。バレない。あとは壁、壁のこの裏、壁の裏がね。はい、一回、はい、この中、はい、この中入ってる。見えないように、はい、入って入って、一回入って、はい、こう座って。そう、海一出動。はい、じゃあここからね。ここもう見えてないでしょ。さっきのスティーブちゃんの動画も見たらわかる。 100% ね、お兄ちゃんが見てない。ゆっくり行ってくださいよ、スティーブちゃん。あ、そう。どこいるかな。パパならすごい隠れるってとこ。
じゃあ上ちょっと置いてきたら、ちょっと置いてくるか、あと。あ、これ難しいね。消費できた。消費できた。結構な場所に隠れてるよ。しゃがんで隠れるっていうレベルじゃないよ。擬態化してるから。カメレオンと一緒だよ。パパならあそこに隠れるけどなっていうところの一つの場所に隠れてた。ちゃんと見ないと。ここから座って見えるかもよ。一回座ってみたら見えるかも。バインバインってやったら反対側、反対側、こっちじゃない、反対側、向こうの方、向こう側に座って一回見て。そっちだと見えないじゃん。反対、反対、向こう側に座って全体見渡したら、あって、ヒントがあるから、そうそう、そっから見渡してみて、どこにスティーブなら隠れそうかな。あれ、あれ、こちら見えるところ、か普通に遊んでる可能性あるからね、期待して。そしたら、そしたらさ、あれじゃん、わかんないでしょ。さあどうだ、芝生の中にいるからね。芝生の中、そう、どっかで本気で遊んでたら多分トイシー見つけられる。今さっきちょっと目があった、手振ってた。でもここから見えるからね。意識して。いや、もう仕方ない。一個一個行くしかないじゃん。ちゃんと一個一個調べて。あの裏側から、あそこかっていうのがね。お兄ちゃんが来た時に、ヒュイって反対側になって、お兄ちゃんがまた他の歌ヒュイって反対側の可能性があるから。ヒュイとかね。超ヒント。そこに気づかなかったらもう仕方ない。すぐそこにいる可能性もあるから。あれ、あれれれ、あれれれれれれ、いや、死ぬ、ギョーと音、あいつどうだ、違うんじゃない、トイシの勘違いでしょ、勘違いでしょ。ここで待ってるとこだ。ここじゃない。ここじゃないよ。もちろん。ヒントどこ？場所どこか教えて、ヒント。擬態化してます。ってことは、なんかの、なんかの後ろね。これヒント。課金のアルトゲームと一緒だ。鬼ごっこゲーム。おお、でも筒井ちゃんうまいね。動き回ってるね。見えないように動き回った。やばいじゃん。どうする？ちょっとババ、ちょっと荷物を入れてくるか。はい。お疲れ様でございます。ブルーベリー。
いい、ちょっと待って待って。すごくない？これすごいね。あ、この子優しいね。病気にはならないんだけどね。何を発見したんですか？どこでもドア。本物だよ。すごいよ。誰あるの？手を振って。おお、ちゃんとやってる感じだね。似合うわ。来た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 。完全食になったの。はい。いいってそれずっと買って回んの？おお、すごいね。ああ、結構速い。おお。おお、手でない、スピード変えてんだ。裏技だね。おお、いいじゃん、いいじゃん。おお、一人で、あ、いけるか。向き考えろ、向き考えろ、奥向き。おお。自分たちで作った雪なんだね。やば。やりました。もっと乗りたいの？うわー、すげえ。すげえすげえすげえ。ほんとのんびり来てる。おお。ただ寒いだけでしょ。あ、ちょっと待って、はい、ちょっと待って待って。結果何も分かりません。来た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 。うおー、浮いた。おー、来ましたね。はい、なお兄ちゃん、はいはい、3周回してあげましょう。レッツゴー、ゴーゴー、ヒューイゴー。確かにそんなダンスだね。弱っ弱っ。うわ、はい、今日はスティーブの上に立ってみてます。すごくないように。ベンジャーズだね。おっしゃ、いいね。やっぱダメだね。よーい、ドン。1、2、3、4、5.8。無理無理。やばいやばい。え、ちょっと。わ、入れた、ナイス。そう。で、床に落とし。おお、怖いよね。やばいね。そうそう、で、袋の中入れて。そうそうそう。よっしゃー。待って。さあ。うわ、なんで？
よし、ゴール。はい、両手で上がれば OK です。おー、OK。 はい、ゴール。タクシーみたいな感じになってんじゃん。タクシーではないけどね。タクシーじゃない、バス。よし、はい、来たぞ。はい、完了。この世代はこういう雪台の作り方なんだ。さあ、レアだよ。そこの上にめちゃめちゃ雪があるからね。みんなにこういう雪レアだるま。おい、今の世代のやつだよ。雪を作るときはこうやって少しだけ作ればな。こんなにね、普通たまんないから。スティーブちゃん、これ超貴重だよ。ヤギが上に登ってんじゃん。やば。こんなことあるかね。今日はトンボちゃん入っ、おー、いた、トンボ、いた、逃げた。どうですか、セビちゃん、ここから見る旭川市は。旭川市なんだ。そう、向こうのね、山もあるし、すごいよね。なかなか来れないね。それが狙い目です。あ、ここめっちゃあるじゃん。ここめっちゃあるじゃん。これもプニプニしてる。オレンジ色じゃない。超贅沢ですよこれ、はい、東京で買ったらさ、いいじゃん。いい、開いて。うー、え、美味しそう。もしかしたら緑のスイカなのかもしれない。お、それは緑？緑になっちゃうから。でもプロね。はい、セブちゃん座ってください。お、え、色が違う。すごい。赤じゃなかったね。黄色。パパもこれ。え、でもお刺身、これ醤油好き。あ、お刺身醤油。生は好き。こうやってかかって。あ、どっちだ。ちょっと来たな。おお、すごい。うわ、来た。やば。お、来た。どう、やっぱ軽い？おお、いいじゃん。いますか。これは何度当ててしまったんだ。はい。今日抽選で当たりましたね。ポテチ。あとでちょっと見ますよ。え？あ、すごいね。うわー、見た見た見た。いや、これ取れ取れ取れ。あの光ってるやつは羽になるから。あ、これ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 。これ踏んで。羽になるから。あー。残念。優勝はですね、岡山スティーブくん、はい、おめでとうございます。じゃあ前の方にどうぞ。いや、素晴らしい作品ができました。はい、お米ジェイキー、持てるかな。はい、じゃあほら、このままよし。さあ、変わってこい。よし。これでまたお兄ちゃんだぞ。お、またいた。いたぞいたぞ。いたぞ。やるぞ。
行け。あ、追いつかれる、追いつかれる。とどめを刺すんだ。おお、来た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 。行ける？はい、がいい。もう余裕だね。やってくれましたね。お、向こう海だ。やばいやばいやばい。おお、やってみたら、あ、そういうこと？あ、そういう使い方。え？そういう使い方で。さあ、いいよ。いいよ。はい、行こう。行こう。めちゃくちゃバリバリ言う。いいよ、いいよ。よっしゃー、乗ってます。さあ、大自然。トゥーシー落ちちゃうからね。うわー、見て。ほえー。ゆっくりよ、ゆっくりでいいよ。おー、いいじゃん、いいじゃん。もっと、もっと、もっと。こっから、こっから、はい、こんな感じ。いや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 。うわラッティングと一緒ぐらいのスピードだ。ここ止める、止める。よえよえ。おお、つくね、すごい。めっちゃでかい。うん。うん。これかわいい。写真撮ってもらったら、はい。ってことはここのお家には8キロのお米があったってことですね。うん、今日は正月じゃない。いくら入ってました？せー、はい。今日は正月じゃない。いや、いいね。今日は高級のチキンを。触る気だね。あ、下行けと。ほら。成功。おお。それじゃ、それ遊び好き。どう？どう？新年じゃん。スティーブちゃん、スティーブちゃんが登る前に撮っちゃった。はい、ゴー。はい、1、2、3、4。の力、腕の力。はい、ファイヤー。もういい。もういいって。二人ともいい感じです。はい。怖っ。怖っ。ありがとうございました。応援もありがとうございました。
はい。マジでしっかりやれよ。ピンって触ってみて。うわーすごいね、頭でパリンってなる。トレーシーのが準優勝って書いてますね。でもね、あのまさかの6個積み上げて優勝に輝いた、うん、うち7個だったんだよ、うん、で最後に8個乗せようとしてあの調子乗ったらやっちゃった、うん、はい、でこれを上に乗せますよと、ドン。やば。おお、2個入った。はい、上げてく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 。いくよ。ほー、ライフ、ダウン。あら、トレーシー。やばいやば。まだ溜まってきた。ビートが溜まってくるね。すげえジャンプ力だね。もう落ちないから大丈夫。一回してね、ピョン、勢いつけてピョン。さあ、げんこつのとこね、頑張れ。ちょっとはい、ここからまっすぐ、はい、行こう、まっすぐ行こう、レッツゴー。さあ、来い、行け、超スピード、超スピード。穴開いてたよ。気持ちいい焦げ方したね、すゆちゃん。これが楽しいんだな。これが楽しい。これが一番楽しいよ。こっからさ、滑れたら結構やばくない？スティーブちゃんどう？こっから滑れたら。もうちょっと火がつくから。お、来るぞ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 。よし、もう先に行っちゃおう。よし。スティーブ攻撃は来るよ。あ、早っ。危なっ。うお、おお、いったー、いいね。いけるかな。ゆっくりゆっくりよ、ゆっくり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 。曲がれ曲がれ曲がれ、ハンドル曲がれ。おお、危ねえ。よかったね。あれ？あれ二人ともだった。はい、パオ一応ね、トレーシーに折れて三つ三本ね持ってきました。人が来たらびっくりするよね。なんでつらら持ってんのって。三二一ゴー、一二。これは身長差だね。落ちたらダメよ。待って、おお、来た来た来た。まだまだ大丈夫だ。トレーションがなんかコツ掴んできたな。食べた。ちょっと初め苦いかもしれないけど。ほらもう、ほら、そうね。おお、いいですよ。じゃあ上手上手。来ましたよ。暴れる君とかもよくやってるじゃん。ついたぞって。はい、カムイ山着きました。せよちゃん、さあ行きますか。両手上げますか。まだ上げない、まだ上げない。はい、行きますよ。3、2、1。うわー、これすごいね。
さあ行ってこい、シュッシュッシュの技を。もうねスティーブちゃんも慣れてきましたからね、スキーね。虹の吊り橋ね、行きましょう。こっからが流れもいいんだよね。おおすごいね。これもう1年に1回だから、このキャンペーンね。すげえ。うわ、広。超。何これ。トキちゃん、自分の色分かる？これか。金色ですね。ああ。お、いたじゃん。やばいやばいやばい。顔出てくる？恐竜の。やば。お、4.5。最後ギュッて締める。よいしょ。おー、出た。まだ力足りない。もっと強く、もっと。もっと強く、フィーってやったよ。うわあぶね。おお、強い強い。おお、早っ。あ、もうない。早っ。まあ、4人ならいい。はい。いけいけいけ、うわ危な、逃げろ逃げろ。今度グーのワンじゃん。はい、交代。大丈夫、なんじゃそれ。はい、来た、一匹一匹止まって、もう一匹が止まるかな。うおお、ダブル。いけんじゃない。どうどう。ほう。ふう。いいね。勝利だ。勝利のダンス。これすごいね、ドジャ。大自然だね、これ。あ、コンバある。この波速くない？勝者、スティーブ。この子も優しいね。そう、優しい子結構いるからさ。ワンちゃん見て。あ、今チャンス。ワンちゃん、チャンス今。トンボちゃん。糸トンボか。おお、早っ。糸トンボを捕まえて家の中入ってきたらなんてするの。バイバーイ。あ、結構早い、結構早い。すごいね。でもね、牛乳好きのトレーシーにはこれは美味しいよ。でもミルクで大きくなったんだよ。すげえ。
なかなかないよね。どうって力。本当力よ。そう力が。このシーンカット。现在几点了？你们在干什么？可爱一个家，就妈妈在你那里。これも風呂パターンです。じゃあね。またね。